でもこんな感じですね。さあ、もう一通りに電車が来るみたいですから、もう一回入って、もう使い倒してますけどね。よいしょ。 J から Z なんですね。面白いですね。途中にあったのは服部川という駅だったんですね。ここってこの河内山本から杉山口の支線はよく見たらワンマン運転ではないんですね。ツーマン運転なんですね。2両編成ですけど、これはそれで面白い。山本前また戻ってきましたね。じゃあこっからまあ調子いいところに行こうかなと思ってますけど、あ、11分、朝ってどこや、なさいやどうかな、朝倉駅、大和朝倉、どこや、大和朝倉駅、あ、これやったら大丈夫ですね。とりあえず八木まで行きたいんで八木まで行きますね。河内山本も10両編成まで対応してるんですね。ホーム待って、よいしょ。河内国部で、急行と接続するらしいですね。階段間違えた。向こうでしたね。これ今なのか。さあ、続けて。危ない、危うくね、乗れないところでしたけど、平畑駅ね、に来ましたよ。平畑からは、あ、急行停車駅あったんやな。急行でもよかったですね。ということで、平畑からは、天理方面ね、天理線が走ってますから、こっちの方に行ってみようってことなんですけど、ちょっと駅の構造が面白いですよね。なんていうの、日永線みたいな感じかって言ったらいいのかな。曲がり始めたところにあるんですよね。トイレで、やってると向こう側に、あるわけですね。15時20分こんな感じでずっと離れた方がね。じゃあ1番線と2番線があれですね、分かれてるんですね。今度は1番線に来るんですね、向こうが。こんな感じらしいです。天理から京都の方に直通するのもあるんですね。そういうの乗っててもいいかもしれませんね。ですので、こっち側に今、あのターミナルのね、はないんですね。あっちの方で、京都線の方でずっと合流していくんですね。ですね、ホームの時間ちょっとずれてるんですよね。完全に2面2線の、こういう、ね、橋型の、駅と、向こうにね2面4線の島型の駅があるというね、合計でこれで 1,2,3,4 4面6線なんか、こんな感じですね。2番線から天理方面が出ることもあるみたいですね。あのコンセント使うの大変そうですよね。まあ私気にすることでもないんでしょうけど、楽に、さあということで天理まで来ましたね。乗るのが向こうから乗るんですね。近鉄の名古屋駅みたいですね。まあ同じ近鉄ですね。さあということでね、今日の本題ですということで天理駅で、さあ来ました。
点で行くこういうタイプですね。1、2、3、4、3線、4面3線、でこう串型になってるんですね。3線もあるんですね。向こう側はあんま使うことなくそうですね。そうですね、統一止めになってますね。一番乗り場としてあるらしいですけど、こっちは完全に降車専用の面になってるんですね。本当名古屋みたいですね。とりあえず一回出ましょうか。スタミナラーメンは近くにはないのかな。次の電車が今30分、あ、結構すぐに折り返しさんと、もうそこから1時間ないんですね。1時間ないのか、1時間ないのはまずいな。まあいろいろと見たいところですけど、ちょっと、ちゃんと折り返していきましょうか。そうや、結局昼飯も食えてないんですよね。ここで1時間のファストみたいな。やっぱ京都はすごい人ですね。まあ無事に京都、京都やはり冬の京都ですからね。なんかお休みの時期の京都なんてすごい人なわけですよ、多分ね。ここはですね、何もなくて普通にそのままコンクリートに待ってるって言ったんですね。ということで、はい、無事ターミナルできましたね。串型のトイレもすごいな、すごいですね。まあなかなかカメラ下ろせないですね、これ。1、2、3、4面4線ですね。4面4線の方法なんですね。ホーム、こっちの方が黒いですけど、こっちの方が大黒いですね。本当に串みたいな、あれですね。ここが。で、駅中もすごいですね。いろいろとあるんですけど、まあ、どこも混んでますね。いや、さすが京都。いや、さすが京都ですね。普通に駅の構内に外貨業界なんてあるんですね。いかに海外の旅行の人が多いとかね。駅の構内にこういうのがあるんですね。原宿前行ってると、長井行ってると、と、ね、どかどか来てますね。あ、そうですね。あれですね、京都から鳥羽の方に直接出とるようなやつもあるんですね。これだと、鳥羽行きってなったら、そうするとあれですね、大和八木のところの陥落線通るんでしょうね。鴨そば、これだけやったら全然あれですね。どうも、まあ、こんなに高くないですね。京都ってなんか高そうなイメージがいっぱいあるんでね。うわ、すごいな。うん、いや、すごいだろうなと思ってましたけど、すごいな、やっぱし。近鉄かね、そのままね、新幹線の方、こっちが新幹線の乗り場ですけど、うわー、あ、そうか、新幹線の乗り場の方で JR 東海ツアーズが入ってるんですね。いや、しかし、うわー、すごいな、いやー、これ何か、何やろう、これ。出たの551蓬莱か。うわ、まあお茶しらまだ鶴橋の方に行きます。あ、行かないかなってことはもうスチロール商店か。いや、すごい人ですね。さすがキングオブ観光都市ですね。もうね、京都といえば観光の王道ですからね。ああ、もちろんすごいですね。こんなに高い建物ってものがいっぱいあるわけじゃないですけど、参考院できたんですね、あんなところに。ご飯どうしような。やっぱりお弁当とかもいい値段しますね。やはりちょっと奈良までは頑張っていきましょうか。奈良でちょっとご飯考えましょうか。